大きさは随分違うような感じがしますけどもね。はい、はい、すごい動きだな。リング際はかなり危険な位置に光るいますけれども、なるほど、なんか喋ってるんですけどね。ちょっと紅の攻撃バリアゴンですと、はい、低い位置にいるヒカルを攻撃しあぐねてるという印象があります。なるほど、攻撃が当たりにくいです、紅の攻撃がヒカルは背が高いからですね。はい、ダウンダウン、ああ、うまいぐらい後ろを小突かれましたね、ヒカルが。ヒカルも結構いい感じでプレッシャーかけてはいるんですけれども、あ、これマスタースレイブですよ、マスタースレイブナダコパンチですね、今の。なるほど、さらに今のスリップ、はい、さあなんだかんだでヒカルいい感じにクライに対してプレッシャーかけていますね。あ、そうですか、今追い詰められてるか。スリップ、あ、ちょっとクレナが今嫌な動きしました。はい、膝大丈夫かな。その先ほどのですね、あのものすごい技というのは出そうという片鱗は今あるんでしょうか。先ほどちらっと見せたんですけれども、まあ、まだ温存してるみたいですね。ぜひとも見てみたいんですけれども、なるほど、さあちょっとヒカルの方が無線トラブルのようですが復帰しましたね。おー、すごい、これが怖い、ロボットってのはこれが怖いんですよ、はい、無線が切れちゃうのが。ゴリップ、なるほど、おお、はい、はい、ロボットジャパンのバンタム級だとグレートサーラーという、はい、白い悪魔と呼ばれるロボットがいるんですけれども、はい、そのロボットが使う技に似た技をこのクレナイは使えるんじゃないかと僕は思ってます。なるほど、はい、ダウンダウン、わー、よっしゃ、ワンダウン、ツー、スリー、はい、いい勝負になってきましたよ。残り30秒、はい、あと30秒で試合が終わります。うん、スリップ、今のはスリップ、はい、結構両者クレーバーですね。特にヒカルのパイロットはかなり相手の動きをよく見てます。お、自分の位置っていうのも把握して、はい、ダウンダウン、今のはダウンです。で、ヒカルはダウンした時の無線切れが怖いんですが、はい、やめ、はい、試合終了です。ただいまの試合、青ツーダウンで勝者くれない、紅の勝利です。